まあ、ヴィンテージロレックスを、まあ、ずっとやってるんですけれども、これは、リファレンスで言うと、6503ですね。で、これはですね、まあ、非常に珍しいモデルで、スーパーレイティブクロノメーターバイ、テストモデルって入ってるんですね、ここに。で、この6305っていうモデルはですね、結構、エラーがあるモデルなんで、裏蓋がこう変えられ、なんつうのかな、消されて、また違う品番に書き換えられて、まあ結構この時代多いんですけど、そういうのって。ただ、デートジャストの中では、ちょっと、希少なモデルが出る可能性のあるリファレンスでして、これもですね、6305っていうのは通常はですね、A296 っていうキャリバーが入ってるんですね。まだバブルバックの影響を受けてるキャリバーですね。ところがですね、これはですね、この文字盤にありますけれども、まあ、スーパーレイティブのクロノメーターのテストモデルって入ってるんで、テスト入ってるんで、これはですね、機械見ますとね、この後に出てくる1065のキャリバーが入ってます。まあ、かなりこう、ロレックスとしては精度のいい、まあ、ガラッとこう変わってしまったキャリバーが入ってるんですけれども、そのキャリバーを搭載して、テストしたんじゃないかなと思いますけれども。ですから、日付はですね、もう、オール黒に変わってますね。で、ケース自体はもう3ピースケースに、もう1601とほぼ同じケースになってますね。だから、このモデルはですね、まあ、すごい珍しいモデルですよね。機械が新しい機械。もう開発されてたんでしょうね。1065っていう、キャリバーですね。まあ通常バタフライローターって言うんですけど、ローターが、ロレックスの王冠みたいな形したローターなんですね。このローターに、がついた、新型キャリバーですね。それが、搭載されてます。で、これは、まあ、海外のコレクターから、まあ、ちょっと友人を通じて、大昔ですね、入手したんですけれども、バンドは、その時はカーバンドついてたんで、これは、日本製の、プレジデントブレスを後から付けました。ですので、これはまあ、ブレスも非常にこう、状態にブレス付けてるので、まあ、パッと見もう本当に、デートジャストの、ですよね。もう、フルテッドベゼルが、まあ多少ベゼルがギザが細かいっていうぐらいを除いてはもう本当に、1601ととてもよく、似ています。もちろん文字盤はくさび型のインデックスので、まあ雰囲気はヴィンテージですけれども。はい。リファレンス。6305、まあ、非常にこう希少なテストモデル